るんだよ。丸山あかねです。エール A から来ました、奇跡のジュースです。あれどうしたの？あ、筋肉つりました。筋肉つ大丈夫ですか？すごい、そう、大丈夫。エプリルフール、だ、まだ、リトだ、まだ、リトリリリリ。嘘なんですか？心配したじゃん。嘘ついたんですか？当たり前じゃ、今日は、いや、怒らないで。今日は、エプリルフールって知らないのに、今日何の日か知らないの？今答え言ってたじゃん。だから嘘ついていい日なんです。でも人を悲しませるような嘘は良くないと思います。この私が痛かったの、悲しかった、痛かないで。もういいじゃないですか。嘘なんですよね。そうなんです、まあ、今日は4月1日、うん、エイプリルフールということで1日だけ嘘を許される日なんですけど、2人とも知ってますか？まあでも普及はしてますよね。うん、知ってたよ、もちろん。海外だとすごいエイプリルフールがなんか真剣にやりすぎて、あのケンタッキー州は4月1日は裁判を起こさないんですよ、みんな嘘ばっかつくの。そんな大事なんですか？めっちゃ真面目じゃん。ということで今日は嘘つきの2人にぴったりの違う、今嘘ついたあるものを用意しました。こちらです、嘘発見器。そう、こちらあの実際警察の方が使ってる、取り調べに使ってる嘘ですよね。これは嘘、もうわかりますよ。さすがにもう、ね、うわ怖いな、今日全部嘘つかれるのかな。はい、何かを言ったら真実か嘘かって判断してくれるんですよ、うん、だから今日ね、うん、2人の本性が見れるということで私はワクワクしてます。ななもやってよ。私は常に真実しか話さないから、別に後ろめたいことがないので、いいよ一緒にやりますよ。せっかく持ってきたのでやりたいやりましょう、せっかくなので。初めのお題はこちらです。じゃじゃん、私はメンバーの中で自分が一番可愛いと思っています。おー、そうなの？結構鋭い質問です ね、 ね、そうなの、あかねちゃん。違います、違いますよ。これはね、ちょっと嘘発見器に言ってもらわないとわからないかな。じゃあ私からやりますか。うん、私はメンバーの中で自分が一番可愛いと思っています。来ました、パルスです。あー、それは、パルスって何嘘って意味なんですけど、パルスは嘘ってことは、あかねちゃんは自分のこと一番可愛いと思っていないってことなんですけど、いないってこと、可愛いよ、はい、それ自体が多分嘘だと思います。いや、もうややこしくなるのでやめてくださいよ。はい、私はメンバーの中で自分が一番可愛いと思っています。うっしょーん、パルス。おー、そんなこと思ってるわけないじゃん。嘘、ランラン絶対思ってると思ってた。思ってないよ。思ってそうですよね。思ってないよ、はい、思ってない。思ってないとこんなリアクションできませんもん、うん、思ってない。でもみんなが思ってくれるんだったらそうなのかな。口は達者なんだよな。一理ありますね。私はメンバーの中で自分が一番可愛いと思っています。パルス、すごい、嘘、ここにはいないと思います、ね、謙虚なグループ。はい、てるるん、第2弾、私はメンバー内に本当に好きな人がいます。そうなの？ドキドキ。いや、違います、過激ちゃうの。いいんだよ、おいで。やめてください。私はメンバーの中に本当に好きな人がいます。おお、パルス、いないの？いないはいないで問題じゃない。私はメンバー内に本当に好きな人がいます。パルス？この胸の高まりは嘘だったのか。誰に感じてたの？みんな。私はメンバー内に本当に好きな人がいます。パルスですね。嘘、みんな、みんな嫌い？ここ嫌い合ってたの？そういうわけではありませんよ。カメラ止めるよ。一旦話し合おうか。違います、違います。はい、次。第3弾、7分の22の本当のリーダーは私だ。おー、これちょっと問題だぞ。ちょっとね、
どうなんです丸山さん。じゃあ私からいきますね、うん、7分の22の本当のリーダーは私だ。ハルスです。嘘、そうなの。まあ、でも茜ちゃんはあんまり嘘つかないイメージありますね、はい、これで証明されましたね。じゃあちょっと怪しい純ちゃんに行こうかな。わかった。え、怪しいかな。いや、この間だってリーダーなりたいとか言ってたから、うん、それは嘘。そんなこと言ってたんですか。7分の22の本当のリーダーは私だ。うわー、ほらほらほら、思ってるんだって。ねえ、違うよ。思ってないよ。そんな、そうやってなんか私できないって言ってても本当はできるんだ。でもこれは証拠もちゃんとありますね。そうですね。自分の発言に。あー、怖い怖い怖い。え、一日リーダーやりたいじゃん。怖い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 。一日じゃないですよ。真実が出ました。れいかちゃんがどんな気持ちで毎日毎日リーダーやってると思ってるの。それは知らないけど。あ、そうだね、れいかに感謝。こんな軽い気持ちでやるようなリーダーはいらないよ。7分の22の本当のリーダーは私だ。あれ、ほらー、嘘、絶対レイカちゃんがリーダーなんだって。もう今日分かったことは、ジュンちゃんがちょっとなんか皮をいっぱい被ってました。被ってないもん、はい、で、私は潔癖じゃなくて潔癖、私は潔癖違います。どうしたの、どうしたの。私は何も嘘をついていないということが分かりましたよね。潔癖、潔癖だった、違いだったのかな。あ、じゃあ潔癖なのか。違います。そういうのもあるよ。 あともう一問あるみたいです。え、嘘、何する。え、嘘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 、待って、スタッフさんも今一瞬騒いでたよ。もうやめてください、ね、ふりふりめっちゃ嘘。私、藤間さん嫌いです。あー、じゃんけんも絶対嘘で。あ、嘘出てました。よかったよかった、よかった、よかった。仲のいい、安心してる。本人はよかったって言ってるの。はい、ということで今日のこれが嘘発見記でした。もう本当にね、一人しかずっと嘘をついていなかったじゅんちゃんはこの先コメント欄が荒れることでしょう。やめて。コメントと、あとグッドボタンと、あとチャンネル登録お待ちしてます。それじゃあ今日をもって藤間さからチャンネル終わりです。バイバーイ。嘘ですよ、騙されないで。